国スポ全勝スポの卓球や草スキーなどが行われる木山町に、木山町出身の漫画家原康久さんの大ヒット作キングダムの複製画パネルなどが贈られました。国スポ全勝スポの卓球や草スキーなどが行われる木山町を応援しようと、昨日木山建設業協会から漫画キングダムの複製画パネルと会場入り口に設置するエアゲートが贈られました。複製画はそれぞれ高さおよそ 2.6 メートル、幅およそ 1.3 メートル。木山町出身の漫画家原康久さんの大ヒット作キングダムの主人公シンと登場人物の王騎の2人が描かれています。またエアゲートは高さおよそ 3.1 メートル、幅およそ 1.6 メートルで、今月15日に開かれる木山の市でお披露目されます。馬をですね、草付きに変えて、そういうイメージでですね、こうロマンをかけ てもらえば、本当になんかいい風景になるんじゃないかなというふうに思っております。寄贈された複製画とエアゲートは、今月21日に開かれる佐賀2024のデモンストレーションスポーツ草スキーの会場の木山草スキー場に設置される予定です。